アキトって相変わらず足早いんだね。それがどうしたんだよ。コンビニなら行かねえぞ。は？何も言ってないでしょ。いいや、顔でわかるね。バスクチーズケーキが食べたいって言おうとしたろ。なんでわかったの？顔でわかるとかキモいんだけど。マジかよ。冗談だったのに。つか、やっぱ走らせる気だったんじゃねえか。ケイもいいと思ってくれてたんだ、私の絵。今回のやつも頑張ろうっと。そうだ、今日も徹夜になりそうだし、おやつ持ってこよっと。あ、アキト。なんだよ。ちょうどよかった。おやつ持ってきてよ。冷蔵庫にプリンが入ってたと思うんだよね。はあ？なんで俺が。ついでにジュースもよろしく。こっちは忙しいんだよ。自分で取りに行け。何、アキトのやつ。ちょっとぐらいいいじゃん。ああ、面倒だけど下まで取りに行こう。あれ、アキト、帰ってたんだ。遅かったね。まあな。ねえ、その手に持ってる袋って、最近できたショップのだよね。何か買ったの？何でもいいだろう。なんでお前なんかに話さないと。これってダンスシューズ？イベントで使うの？見せて。おい、勝手に覗いてんじゃねえよ。このデザイン、アキトにはちょっとかっこよすぎるんじゃない？うるせえな、別にいいだろ、なんでも。つーか、早く返せよ。はいはい。じゃ、練習頑張ってね。おう、夏祭りか。秋山か。夏祭りぶりだな。最近はあまり見かけていなかったが、元気だったか？うん、元気だよ。っていうか、みんな揃ってどうしたの？私たちはイベントやってきて、その帰り。あれ？そっちの人たちは？ああ、前にちょっと話した音楽サークルの子たちだよ。今日は曲できたから打ち上げしてたんだ。そうだったんだ。はじめまして、水木のクラスメートの白石杏です。あ、どうも、酔崎かなでです。朝日奈真冬です。わざわざ丁寧にありがとう。つうことは、やっぱりいたか。ちょっと、なんで嫌そうなわけ？エナさんもいらっしゃったんですね。お前、なんでこんなところにいんだよ。それはこっちのセリフなんだけど。もしかして、この人がアキトのお姉さんなの？ああ。一応な。ちょっと、一応って何？こっちは生まれてからずっとあんたの姉なんですけど。あははは、二人はほんと仲良しだね。どう見ても仲良くねえだろ。ねえ、アキト。リンゴ飴の専門店っていうのがあるみたいなんだけど。俺は行かねえぞ。行きたきゃ秋山と行けよ。それは、そうしたいけど。最近、ちょっと強引にあちこち誘いすぎてるし、さすがにうざがられてるかなって思って。ほう。強引に誘ってるっていう自覚はあったんだな。それは、まあ。ちなみに今俺もすげえ強引な誘われ方してるんだが。あんたはいいでしょ、別に。ちっともよくねえ。あ、秋と、おはよう。はよ。その、昨日はごめん。当たったりして。別に気にしてねえよ。いつものことだろ。ちょっと、いつもってことはないでしょ。ああ、わかったわかった。朝からうるせえな。あと、
絵は続けることにしたから。その、ちょっと、いろいろあって。そうか。まあ頑張れよ。ねえみ、結局遅くまでやっちまったし、さすがに疲れたな。飯は今日はもういいや。風呂入ってすぐ寝ちまうか。アキト、帰ってたんだ。まあ、そうだな。どうしたの？なんかぼんやりしてない？なんでもねえよ。あ、そうだ。お母さんがプリン買ってきたって。プリン？いらないなら私が食べるけど。いらねえなんて言ってねっつうの。食う。はいはい。疲れた時は甘いもの食べるのが一番だしね。別に疲れてなんか。眠。じゃあ私寝るから。あんたも早く休みなさいよ。おやすみ。もうおやすみ。そんなに顔に出てたか俺。でも本当にアキトの荷物とダンスシューズはどこへ行っちゃったんだろう。だからもうその話はいいって。見つからねえもんはしょうがないだろ。少し動揺しちまったが、もう本番だし、冷静にならねえと。つ、こんな時に電話。しかもエナからかよ。もしもし、今ちょっと用事があってバタバタしてっから、また後で。アキト、もしかして夏祭りの会場でダンスシューズなくしたりした？ほら、この間買ってた派手なデザインのやつ。は？今、ちょうど本部に来てるんだけど、アキトが使ってたのと同じダンスシューズを見つけたの。なんかわかんないけど、実行委員の人が間違って持ってきちゃったとか言ってて、もしアキトのだったらと思って連絡したんだけど。エナ、それすぐ持ってきてくれ。あと少しで本番なんだよ。本番？それって場所は？夏祭りの野外ステージだ。野外ステージ？あ、あそこね。すぐ行くから待ってて。ああ。はい、これ。見覚えのある靴があったからびっくりしちゃった。ほん本当に助かった。ありがとな、エナ。別にいいけど、今度チーズケーキおごってよね。前に行った宮益坂にあるケーキ屋さんの一番高いやつ。ああ、わかったよ。弟くんと東也くん、イベント出るんだね。僕、楽しみにしてるよ。東也くんも頑張ってね。ありがとうございます。秋山も。こんなことに付き合わせて悪かったな。全然気にしてないよ。それより靴見つかってよかったね。アキト、せっかく届けてあげたんだから、中途半端なパフォーマンスしないでよね。当たり前だろ。どんだけ練習したと思ってんだよ。最近ヘトヘトになって帰ってきてたもんね。帰ったら帰ったで外で練習してるし。知ってたのかよ。一緒に住んでるんだから気づかないわけないでしょ。でもまさかアキトがこのステージで歌うとは思わなかったな。あの時とは違っていい顔になったじゃん。あの時とって、お前もしかしてあの時のこと覚えてる？ねえアキト、ああいうのやってみたら？ああ、わかった。じゃ、私と瑞希は戻るね。ちゃんと見ててあげるから、失敗しないでよ。二人とも、
頑張ってね。あいつちゃんと覚えてたんだな。お、いたいた。ねえアキト。ああ、何も聞こえねえ。ちょっと行ってみたいお店があるから、土曜か日曜付き合ってよ。聞こえねえっつってんだろ。つうか、そういうのは秋山を誘えよ。聞こえてるじゃん。うん、瑞希ならあんたよりも先に誘ってます。ああ、ああ、そうか、断られてやんの。戦略があるって言われただけだし。悪いな、俺も土日両方戦略があるんだよ。どっかの誰かさんと違って忙しいんでな。ああ、ちょっと、アキト覚えてなさいよ。二人とも来てたんだね。今日練習は休みだったの？練習帰りにたまたま通りかかったのよ。アキト君たちにも会ってイベントに出るって教えてもらったから、雫と見てたの。二人ともさっきのイベントとっても素敵だったわ。ありがとうございます。うわ、キモ。うるせえな。二人とも相変わらずね。で、なんでお前は俺の隣歩いてんだよ。好きで歩いてるわけじゃないってば。私だって愛理たちと話したいの。でもさすがにこの人混みの中を4人並んで歩いたら迷惑でしょ。だから仕方なくアキトの隣に来たわけ。はいはい、そうですか。そういえばダンスシューズのことちゃんと本部に言いに行った？ああ、まさか間違って持っていかれてるなんてな。運ぶ前に中身くらい確認しろっつーの。延長コードが入った箱と間違えられたらしいね。ま、無事に戻ってきたしよかったけど。まあな。そういえば前はアキトが私の靴を持ってきてくれたんだっけ？ああ、覚えてたのか。忘れてんのかと思ってた。覚えてるってば。あの時は下駄が合わなくて本当に大変だったな。俺はエナがわがままばっか言うから大変だったな。ちょっと、ちゃんとお礼は言ったでしょ。そうだったか。もう忘れてるのはそっちじゃん。あの後結局運動靴に履き替えて一緒にイベントも見たのだってちゃんと覚えてます。ああ、まさかあの時見たのと同じステージに立つなんて思ってもみなかったけどな。あの時のアキト、サッカーやめたばっかりですっごい落ち込んでたよね。うるせえ、もう吹っ切れたし、今こうして音楽やってんだからいいだろ。まあね。でもちゃんと音楽続けてるのはすごいじゃん。それは。お前のおかげであいつらに出会えたからな。え？何か言った？ごめん、人が多くて聞こえなくて。別に、何でもねえよ。はじめまして、お姉さん。会えて嬉しいです。アキトからは、よくお姉さんの話聞いてたんで、会ってみたいなーってずっと思ってて。あ、うん。お？エナがアンの陽キャっぷりに押されてる。うるさいな。二人とも、ご飯食べたらみんなで輪投げやらない？せっかくだし、チーム戦にしてみようよ。いや、俺はこの後用事があるからパス。おい、トヤ、そろそろ行く。アキト、輪投げの景品が面白いものばかりなんだ。
一回やってみないか。は？おい、どうやお前、レンとの約束忘れてねえだろうな。もちろんだ。一番いい景品を取ってレンに渡す約束をしているからな。いや、そっちの約束じゃねえよ。